今日の朝ごはん、ビーレジェンドの抹茶のチャチャチャ風味です。焼けアプローチ焼け、めっちゃ気になる。そして釣りでの怪我お、うん、美味しい。今日朝ボイシーを撮ってたんですけどね、何回も撮り直しして、でもなんかうまく喋れないってなっちゃって、結局ちょっとアップできずでした。たまにこういう時が、というか先週ちょっとバタバタしてて、まるまるお休みしてしまったので、ちょっと久しぶりだったからっていうのもあるかもしれないんですけど、1時間ぐらいうにゃうにゃやって結局取れずで、ちょっと悔しいです。ちょっと頑張りますちょっと今日はとりあえず諦めちゃった。気がするんで、はい、ちょっと進めたいと思います。すいません。じゃあ、11月21日の試合会を始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。次、実績発表、中山さん、お願いいたします。はい。10月度の実績発表をいたします。おりますので、今回ちょっと個別化のご紹介をさせていただきます。個別化ですね、私たちの会社では一番上位5つの中に入っている方が、一言で言うと、一人一人の個性や違いに目を向け、それを見抜く天才というふうに私は思っております。よいしょー、ランチに行きます。ちょっと今日も時間がないので急ぎ目で、じゃーん、今日のスピード飯はラーメン、そしてまたまたご飯寿司巻きです。はい、いつも通り炭水化物祭りでございます。いただきます。今から打ち合わせ7件連続、社内系が多いんですけど頑張ります。よし、こちら選んでくれたのは電動ミルト岩塩というですね、金箔5周年でございます。わー、おめでとうございます。おめでとうマッコリビール。
ということで帰宅いたしました。今からお風呂をして今日は寝落ちをしないように、明日は、名古屋の出張なので、はい、今日は早めに寝たいなと思っています。ということで作業も終えてこれから出発します。今日はユニクロの赤のタートルネックに、下はハレの昔買ったパンツです。本当いつも同じような服ばっかり。はい、ということで本日はですね、名古屋で予定があるんですけど、その前にも3件ちょっとウェブ会議があって、新大阪で出て移動しながら危機線で出て、で名古屋着いたらもう一回どこかで出て、でランチミーティングと名古屋での訪問があって一日終わりという感じです。なかなか今日もバタバタになりそうなんですけど、時間ができたら夜はサウナも名古屋で有名なところに行けたら行きたいなと思っておりますので、一日頑張りますということで行ってまいります。はい、新大阪のこちらのコートヤードバイマリオットでテレワークスペースがあるということで今日は予約をしてみました。その後新幹線に飛び乗らなきゃいけないので、ここで1時間ちょっとどんな感じか楽しみです。なんか普通にチェックインをしてホテルの一室みたいなところを使うみたいです。わ、ベッドがない部屋でコピー機とかなんかケーブルとかテレワークアイテムが揃ってる。わー面白い。おはようございます。よろしくお願いします。そうです。いただきます。
しました。今週は水曜日が勤労感謝の日ということでお休みの日なので、ちょっとどこか寄ってサウナ寄ってこようかなと思ったんですけど、でとりあえず一旦帰ってまいりました。ちょっと今日はジムに軽く行って、多分ほぼ運動はせずにサウナだけ入って帰ってこようかな、どうしようかなという感じです。やばい、このままだと寝てしまうので、よし行動します。ちょっと準備してジムに行ってこようと思います。よし、なんとか起き上がってジムに行ってきます。はい、帰宅しました。結局運動はせずサウナだけ入ってまいりました。オロナミン C 飲みます。そう、やっぱりね、先週かな、先々週とサウナに全然行けなくて、ちょっとなんかまたメンタルがおかしくなりそうだったので、ちょっとやっぱり忙しくてもサウナの時間を3日に1回ぐらいは取りたいかなと思っています。もう11時なので、ちょっとちゃちゃっと適当にやることやって寝ようと思います。おやすみなさい。大変グダグダいたしまして、今からお出かけします。今日寒いのでコートを引っ張り出しました。はい、今日はネイルのメンテナンス行ってから、その後髪の毛ですね、もう痛みまくっててやばいので、来週から海外に行くので、その前にいろいろ綺麗にしとこうと思って、今日はそんな感じの休日です。午前中グダグダしちゃったけど、まあ今必要だったということで OK という感じで行ってまいります。両手でも可愛いかな。青です、青かぶりです。かわいい、キラキラ。のマシになってます。なってない。言い聞かそうって。言い聞かそう。言い聞かして。はい。いつも通り。えげつない。めっちゃ綺麗。だいぶ生き返りました、髪が。いやありがとうございます。
持ちよかった。やっぱりね、清水湯めっちゃ好きなんですよ。水風呂がね、多分地下水なので、そう、気温もあと水の柔らかさも最高って感じでございますが、はい、家に帰りたいと思います。帰宅しましたはい、ということでもう11時なんですけど、さすがに何も食べないとお腹が減って死にそうだったので、豆腐と卵の旨辛スープ、また辛いの、いただきます。いい感じ、美味しい。準備完了です。今日はセオリーのスーツ上下セットアップに、中はこれ今日また青ですね今年ユニクロで買ったタートルネックです。めっちゃ色綺麗、可愛い。足元ゴミ失礼します急いで新大阪に向かって、今日は東京ですね、一件打ち合わせと途中はウェブ会議とかして、あとは導入事例の取材に行ってきますので、楽しみだなと思っております。今日も一日頑張ります。行ってきます。疲れた。今日もなかなかのスケジュールだったんですけど、なんとびっくり、明日がすごくてですね、朝会から始まって、なんと1日で打ち合わせが10件っていう、お昼食べる時間もないぐらい、もう打ち合わせがギューって詰まっておりますので、もうちょっとね、今日サウナ行こうかなと思ったんですけど、ちょっと無理せず早めに寝ようと思いまして帰ってまいりました。寝落ちしないようにシャワーも浴びて寝ようと思います。おはようございます。
いやいやいや、もうちょっと早く起きて作業を進めようと思っていたんですが、寝坊してしまいましたということで、お急ぎで準備します。終わった後寝ずに帰るみたいな。寝たら起きられなくて置いてかれるかも。お世話になります。おはようございます。お世話になります。よろしくお願いいたします。ちょっとお待ちくださいね。請求書のチェックお願い言った、お疲れ様です。やばい、今9件の打ち合わせが終わったところで、これから10件目です。作業してるより私打ち合わせしてる方が好きなのでもうちょっとやらなきゃいけないことが山積み状態なのでやばいっすね。最後の打ち合わせも頑張ります。イエーイ。9時12分でございます。ご飯も食べたいし、でもサウナも行きたいし、どうしようかな。よし、帰ろう帰ろう。でーす。ヘルシー温泉例えば、はい、はい、ということで
宅いたしました。今週は東京行ったり名古屋行ったりあったんですけど、まあ、でも途中で水曜日がお休みだったのもあったので、あとはサウナにも3回ぐらい行けたので、はい、ちょっとバタバタしてましたが楽しく過ごせた1週間でした。ということで明日1日準備して明後日の日曜日に羽田に移動して、次はアメリカの方に出張に行ってきます。ラスベガスですということで最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。